はい、それでは、今度はですね、3.4 節で行列式の性質に入りたいと思います。で、まあ、ここはですね、特にその行列式の計算が必要になったときにいろいろ有効な性質をいろいろ紹介していきたいと思います。はい、まず最初に紹介する性質ですけれども、これは定理の 3.8 ですね、教科書ですと80ページで、互換はマイナス1倍というタイトルがついてますけれども、これは異なる2つの行もしくは列を交換すると行列式はマイナスがつきますよ、マイナス1倍マイナスになりますよという性質です。で、まあ非常に単純ですね、単純ですけれども、これは結構よく使われます。今日のこの後の方の授業でも使いますので、ちょっと押さえておいてください。で、一応証明はちょっとですね、やや抽象的ですけれども、一応紹介しておきます。A を、まあ、N 次の正方行列として、それから B をですね、 A の第 S 行と第 T 行を交換した行列としておきます。で、この時にその A の行列式の中でですね、こういう各成分の積の和が出てきますけれども、その中で例えば第 S 行にあたるところと第 T 行にあたるところって、まあ、こんなふうに2個あったとします。で、これがですね、その、B の行列式の中ではこの S 行だったところが T 行になっていて、 T 行だったところがまあ S 行になってるっていうんですね。で、それからあとこの置換とタウとして、この置換タウとして、A の行列式で使っているシグマの中で、さらにこの S 行と T 行を交換した置換を考えておきます。で、そうしますと、このですね、B の行列式の中で、この A の行列式の S 行と T 行を交換した部分というのを考えた上で、あと、もう一つはこの置換の符号なんですけれども、このタウっていう置換の符号ですね、これタウっていう置換の符号は、このもともとシグマに互換を1個加えてますので、符号がマイナス1がかかっているということにも注意しておきます。で、そうしますと、B の行列式っていうのを計算しようします。これは定義通りですね、B の行列式を計算すると、これはこの B の成分をこんなふうに並べて、で、このシグマですね、シグマは SN の置換をたくさん取ったものだっていうふうに書くんですけれども、で、これ実はその元々の A の要成分で書くと、この S と T だけがひっくり返ったような形になってますよっていうわけですね。そうすると、まあ、この S と T だけがひっくり返った置換をタウとしておきましたので、この部分っていうのはこのようにタウを使ってこう表すことができます。で、これがですね、実はタウって、このシグマか、シグマはこの N 文字の置換全体を動きますので、これを全部まとめて書くと、実はこれタウは置換全体を動くと。で、しかもこのタウの符号はマイナス1倍、シグマの符号のマイナス1倍にして、こういう形でこう N もこの数字の置換の 全体を消えたものと等しくなるということが分かりまして、で、これは行列式の定義から A の行列式のマイナス1倍になるというような話になってます。まあ、とりあえず、ちょっと分かりにくいところもあるかもしれませんが、一応こういうことでここまでの説明しておきますので、まあ、疑問のある人はまた後で個別にお尋ねください。大事なことは事実を押さえておくことですね。今の事実は行とか列を1回ひっくり返すと行列式はマイナス1倍になる。この事実は使うので覚えておいてください。次の性質なんですけれども、点字行列の行列式は変わりませんよっていうので、これは教科書です80ページ、定理 3.9 にあります。で、これは A を N 次正方行列にしたときに、 A の点字行列の行列式はA の行列式に等しいですと、まあ、そういう、まあ、割と単純な性質ですね。ですので、まあ、点置行列をとっても
行列式は変わらないっていう性質はこれからも頻繁に出てきますので押さえておいてください。一応これも一応証明をですねざっと紹介しておきますと、まず A をですね成分 AIJ として、で、B はこれ A の点値行列として、BIJ って書くんですけど、実際にはこれ点値行列ですから BIJ っていうのは A の JI 成分ですね、 A の JI 成分と等しいというふうに置いておきます。で、この時にその A の点値行列の行列式っていうのはその先ほどの点値した方の B の成分を使ってこう表すんですけれども、これ実は元の A の成分を使って表すとこれ行と列がひっくり返っていますから、点値作法では1行シグマ1列っていうやつだったものが、点値する前の行列を使って表すとシグマ1行1列っていう、そういう成分の積になっているということになります。で、それをですね、この置換の使うものをですねちょっと強引に置き換えて、今これシグマを使っているとシグマで移したものと1っていうふうに表されてるんですけど、このシグマの逆置換を使う と、ここは実は1とシグマインバースの1というふうにしてこう表すことができますので、こういうふうにこう表現の仕方を変えるわけですね。で、変えた上で、このシグマインバースっていうのは N 文字の置換全体をこう動きますから、全部まとめると結局これは元の SN の置換シグマに関して同じような計算をしているものと全く同じ意味であると。いうことになります。ということで、この定義から A の行列式に等しいというところで、多分ちょっと抽象的に難しいのはここからここへ の、 こう置き換えなんと思うんですけれども、それはちょっと例えばそうですね、2行2列か3行3列のようなこう手近な例でこう確認してみるとよろしいかと思います。はい。で、次のですね、行列式の分配法則というのも、これもよく使いますので、これは一応少しちゃんと説明しておきます。教科書ですと81ページの定理 3.10 というのになります。で、まずどういうかなってるんですけれども、実は、これですね、教科書は列の分配法則で証明をやっているんですが、個人的には行の分配法則で証明を始めた方が多分分かりやすいかなと思ったので、先にこれ定理 A って書いてあるんですけど、これ教科書には載ってない形です。行の分配法則として定理 3.10 を書き直しましたので、ちょっと注意しておいてください。で、どういう性質かというと、この A1 っていう行列式、行列の行列式を計算したいんですが、ある i 行目がですね、この R 倍の AI1 と R 倍の AI2 から R 倍の AIN っていう行ベクトルと、それから B の I1、B の I2 から B の IN っていう行ベクトルの2つの行ベクトルの積だったとします。で、この時に実はこの行列式っていうのは、この行ベクトルを和で分けたものの、それぞれの行列式の和にこう分解できるというものです。ちょっと見ていただくと分かるように、例えば、第一成分は、A の I1 と B の I1 の和ですね、ちなみに A の I1 には R 倍もかかってますけれども、こういうふうになってる。で、同じように、第2列も A の I2 の R 倍と B の I2 の和になってるというふうに、和で表されているときにその和をこう強引に引き離して、それぞれの行列式を計算してその和で表すことができるというのがこの定理です。あと、スカラー倍もですね、含まれているということに気をつけてください。例えば、ある行の行ベクトルの R 倍っていうなんか行ベクトルがあったとすると、その R っていうのをこう行列式の外に出すことができるということも、この定理は言っています。で、その証明なんですけれども、これ、行列式の定義でですね、この成分の積を書きますと、I 行目に関してはこのように、R の AI シグマ i プラス bi シグマ i という形で書くことができるんですね。で、これに関しては実は実数の分配法則を使ってこう rai シグマ i とそれから bi シグマ i のこう部分に分けることができます。これ全部分けちゃうと実はこちらの r 倍の ai シグマ i を使った部分の和と
それから bi シグマ i を使った部分の方和に分かれるわけですね。で、これそれぞれの和っていうのは、実はこれそれぞれ別々の行列式として計算できますので、この上の和は、例えば行列式 A2 の行列式、下の和は A3 の行列式っていうふうに計算して、それをこう和を取ることができます。こういう形で、その、行列式は行に関してこう分配して計算することができるというのがこの定理ですので、押さえておいてください。で、それを使って、実は定理の 3.10 ですね、教科書の定理の 3.10 っていうのも証明ができます。定理の 3.10 は今の話の列版ですね。これ、行列の、これ、列ベクトルごとにこう分けて行列式を計算できますよっていうのが、この定理の3.10 です。で、証明の仕方としては、すぐ終わるんですけれども、先ほどのこのですね、A1 っていう行列の点値行列を取って計算しましょうと。で、実は点値行列の行列式は元の行列の行列式に等しいっていう性質をさっきやりましたので、点値行列で、行列式を計算して、で、先ほどの定理 A ですね、最初にやった定理で、この行ごとの、ここではその列ごとのこう和に分配してますけど、点値行列をやってれば、これ行ごとの和に、行ベクトルの和に分配できるわけですね。ですので、この定理 A を使って、行ごとに分配させて、で、また、点値行列を取って行と列を元に戻せば、まあ、この、定理も成り立つということが言えます。はい、ここまでいいでしょうか。はい、それから、定理3-11ですね。これは、教科書です82ページですけれども、まあ、A を N 次正方行列にするとき、したときに、今の分配法則から次のことが言えます。一つ目は、もし A の2つの行、もしくは2つの列が等しい場合と、行列式、A の行列式は0に等しくないということですね。で、もう一つは、A のある行、もしくはある列の成分が全部0だと、この時も A の行列式は0になります。これもよく使う性質ですので、押さえておいてください。はい、それからあと、定理3-12ですね。これは行列の積と行列式の関係で、これも結構大事です。どういう主張かというと、A と B を N 次正方行列としたときに、積 AB、行列の積 AB の行列式は、A の行列式と B の行列式の積に等しいというものです。ですので、だから行列式はこの積の行列の積があったら、その行列式というのはそれぞれの行列式の積に分けて計算しておいてですね。で、これちょっとかなり証明は煩雑なので、この授業では省きますけれども、まあ、もし興味のある人がいたら個人的に後で聞いてほしいんですが、一応事実としてはこれもかなりよく使われますので押さえておいてください。ここまでよろしいでしょうか。